マクシムシャツキフは、ウズベキスタン出身の元サッカー選手。フォワード。アジアの選手として数少ない欧州リーグ特典王のタイトルを所持し、同じくアジアの選手として UEFA チャンピオンズリーグ最多出場、最多特典を誇るアジアサッカー史上屈指のストライカー。サッカーウズベキスタン代表の歴代、最多特典記録保持者。17歳の時に、 ロシアのクラブへ移籍し、数クラブを転々とした後、1999年に、ウクライナの名門ディナモキエフに加入。1年目の1999から2000シーズンから20得点を上げ、ウクライナプレミアリーグ得点王に輝き、移籍したアンドリーシェフチェンコに代わりディナモキエフのエースとなった。2002から2003シーズンにも22得点を上げ、2度目の 得点王を獲得した。UEFA チャンピオンズリーグでは、アーセナルやレアルマドリー、ローマなどのビッグク,クラブからも点を挙げており、通算で11ゴールを挙げている。2009年6月、10年近く所属したディナムキエフを離れ、カザフスタンのロコモティフアスタナに移籍する。2010年ウクライナの FC アルセナルキエフに移籍。ウズベキスタン代表でも、 中心選手として活躍した。ありがとうございます。